大阪都構想に反対する人たちはこの二重行政の解消の問題と税金の無駄遣いを止めるという問題、それから改革が進まないという問題、これどうやって解決すると言ってるかと言いますと、今のままでもできるというふうに言ってるんですね。反対派の人たちは大阪都構想をやらなくてもその問題解決できると言ってるんです。今の大阪府と大阪市をそのまま置いて、大阪府知事大阪市長をそのまま置いて、大阪府議会大阪市議会をそのまま置いてですね、大阪会議という、会議をやりましょうって言うんです。話し合いで解決しましょうって言うんです。話し合いなんかで解決できないから大阪の二重行政これ解決できなかったんです。大阪府と大阪市は昭和34年からずっと二重行政について話し合いをやってきました。それでも解決できなかったのが二重行政なんです。だから僕らはもう大阪府知事大阪市長大阪府庁大阪市役所大阪府議会大阪市議会をもう一つにまとめて、もう未来永劫二重行政をなくしましょう、そのように考えたんですけれども、大阪都構想反対派の人たちは今のまんまの状態で話し合いをすれば解決できると言ってる。これが反対派の考え方です。大阪市役所無駄遣い、だから僕らはこのでっかいどんぶり勘定の財布を5つに小分けして細かくチェックしていきましょうということを大阪都構想で言っています。じゃあ反対の人たちはどうやって大阪市役所の無駄遣いをなくすと言ってるか、僕はびっくりしました。反対派の人たちはこう言ってます。大阪市議会議員が無駄遣いをもうやめると宣言すれば無駄遣いが止まるんだというふうに言ってるんですね。こんなこと信じられますか皆さん。今までどれだけ大阪市議会議員大阪市役所が無駄遣いをやってきたんですか。だから僕らはこれをもう止めようと思って大阪都構想というものを打ち出したんです。ところが大阪市議会議員なんとこの後に及んでもう無駄遣いは二度としません、お約束しますと、これだけで無駄遣いが止まると言ってるんです。そしてもう一つ、大阪都構想がなくても改革は進むんだと言ってるんですね、反対派の人たち。これ表を見てください。今の大阪市議会は改革に反対してるんですよ。実際に大阪市議会で改革に全部反対して僕のこの改革案件否決してます。しかし大阪都構想の話になると、いやいやいや大阪都構想なんかなくても改革は進むんですと言ってる。市議会では議会では改革に否決しておきながら、大阪都構想の話になると都構想なんかやらなくても改革は進むと言ってる。本当に大阪都構想の反対派の人たちはまさに二枚舌。全力大阪。